皆様、ジムトフ2022 MST コーポレーションブースにようこそ。このブースでは皆様が明日から使える改善のヒントを、マシニングセンター4台を使ったデモンストレーションと、さまざまな企画展示でご提案いたします。それではブースの見どころを紹介します。こちらのブラザー工業社製スピーディオでは、焼き場目ホルダースリムラインを使用した加工改善を紹介しています。刃物の突き出しを短く、ツールホルダーも最短に、さらに限界まで太くし、剛性を高めています。加工音の違い、切りくず排出量に注目してください。隣のマキノフライス製作所社製 V56i では、3ミクロンのフレ精度を保証する焼き場目ホルダースリムラインを実際に機械に取り付けて、同じ精度が常に繰り返されることを実証します。そしてタッチプローブと工具系補正を使ったボーリング加工です。ボーリング加工の自動化をご覧ください。こちらのファナック社製ロボドリルでは、アングルヘッドハーフを使って工程集約を行っています。小型マシニングセンターでも ATC が使えて、多面加工を1台に集約できます。さらに台形のタップ加工も行います。その隣では無人化の実演を行っています。ワーククランプジグ、スマートグリップとロータリーテーブル、ロボットを活用し、三軸マシニングセンターで5面加工の自動加工を行っています。そしてこちらのエリアはテーマ別の企画展示です。1つ目はツールクリニックのコーナーです。ツールホルダーのメンテナンス方法を新商品のメンテグッズを使い、実演を通して説明します。2つ目は機械の予知保全です。予知保全ができれば不意な故障を防ぎ、余計なコストを削減することができます。 MST の予知保全事例をご紹介します。3つ目はMST の工場見学をテーマにした展示です。自動化、無人化工場、職人技だけでなく、多種多様な設備を一度に見ることができるのが MST の特徴です。映像でその一部をご覧いただけます。4つ目は近年力を入れて取り組んでいる受託加工についてです。グラファイト部品、金属部品のサンプルワークを展示しています。加工外注先をお探しの企業様へ、メーカーとして品質保証、安定供給をお約束します。最後はミクロンの体感です。ツールホルダーを作るときにはミクロンの感覚が必要です。皆さん、数ミクロンの差がどの程度か体感したことはありますか？正解された方には素敵なプレゼントがあるので、ぜひチャレンジしてください。いかがでしたでしょうか？ご紹介した以外にも、皆様のヒントになる事例、商品をたくさん展示しています。ぜひごゆっくり MST コーポレーションブースをご堪能ください。ありがとうございました。